はい、ちくわでーす。今回はガスヒーローというゲームをご紹介します。こちらのゲームは以前ね、大流行したフィットネスアプリでありますステップの運営企業であるファインドサトシラボというね、会社が手掛けている最新の NFT ゲームとなっておりまして、2082年に AI の行動による核攻撃で天然ガスで動くガスヒーローが人類を救うために戦うといった内容になっています。で、こちらのゲームでは戦闘や戦略といったね、ゲーム要素があったり、複数のプレイヤー同士で戦う PVP バトルなどもできるとのことですけども、まだね、全貌は発表されていないので、期待して待っていたいというふうに思います。で、さらにこちらのゲームではヒーローと呼ばれるゲーム内のアバターのデザインをね、募集しておりまして、採用されるとステップンのガバナンストークンである GMT トークンを総額6000万円相当授与されるということも発表されておりまして、クリエイターの方もぜひね、注目したい内容となっております。でね、アバターの作成のコンテストは8月の8日が締め切りとなっておりますので、ぜひね、チェックしてみてください。はい、こちらがガスヒーローの公式ホームページになってまして、で、おそらくこのキャラクターたちがガスヒーローと言われるキャラクターなのかな。なので、こういうキャラクターがね、世界を救うために戦うといった感じになるんだと思います。でね、こちらのゲームは、ここに、画像があるように、おそらくスマホにも対応するといった感じなんですかね。まあ、なのでね、気軽に楽しめるゲームとなりそうですね。で、ロードマップですけども、7月、今月ですね、にコミュニティジェネシスイベントが開催されておりまして、で、実際にフルリリースされるのは12月ぐらいですかね、カウントダウンと書いてますので、おそらく年内中にはリリースされる予定となっているようです。で、あとはですね、ジェネシスヒーローズコンペティションということで、こういうね、ヒーローをデザインすることによって、GMT トークンを獲得できるという感じみたいです。で、これはなんかね、16人ぐらいのね、種類がいるようで、このね、16人のいろんなね、APE コマンダーとか、筋力的な僧侶とかね、これちょっと日本語早くなって日本語おかしいですけど、まあね、こういういろんなこうね、種類のキャラクターがいるので、こういうね、キャラクターをデザインしてアップロードをすればいいのかな。なのでこういうものをね、アップロードをして選ばれると GMT トークンがもらえるという感じみたいです。でね、ストーリーとしては、まずはね、2082年に AI 人工知能がね、普及してどんどんね、世界が良くなっていくといったところだったんですけども、 AI の暴走によって核攻撃が行われてしまうと。でね、その核攻撃によって、破滅してしまった世界をですね、救うために天然ガスを資源としたクローン人間が作られると。このね、クローン人間がガスヒーローと言われるようですね。なので天然ガスから生まれたヒーローだからガスヒーローと、こういうことみたいです。で、このね、ガスヒーローが世界を救うために戦っていくという感じですね。はい、ということで、以前ね、大流行したフィットネスアプリでありますステップのね、運営企業が手掛ける新しい NFT ゲームでありますガスヒーローをご紹介してきましたけれども、まだね、情報が公開されたばかりで、どういうゲームになるのか分かりませんけども、まあ、やはりね、ステップはめちゃめちゃ流行ったゲームですので、このね、ガスヒーローも非常にね、人気になる可能性がありますので、ぜひね、リリース前に今からチェックしてみてください。はい、ということで今回の動画は以上になります。この動画がいいなと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。